ここからのお時間は日本の匠の技が凝縮された素敵な作品をご紹介したいと思います。今回ご紹介する匠の作品は生活を彩る技能、一般社団法人東京都日本調理技能士会による日本の伝統行事料理です。お話をお伺いするのは一般社団法人東京都日本調理技能士会常務理事、浅草茶寮市松料理長である平井さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは早速視聴者の皆様に調理の匠の作品をご覧いただきましょう。こちらです。さあ美しい作品が並んでおりますが、まずはお料理のご紹介をお願いいたします。はい、タイトルはですね、年を惜しむ頃ということにしまして、はい、で冬に美味しい食材をですねふんだんにちょっと入れてみました。はい、まず先付けなんですけども、柚子をくり抜いて釜にしまして、はい、あん肝とフグの皮ですね、これをポン酢で召し上がっていただく。そして次が前菜ですけども、これは雪輪という形のお盆ですね、はい、これにですねカマスの寿司、エビはウニを乗せて焼いて、子持ち昆布はゼリーにして、はい、真ん中のアナゴですけども、これ大きめのアナゴを、これを鴨のように骨切りしまして、それで焼いてます。それから黒豆なんですけど、まあ、通常は蜜煮というやり方でやるんですけど、これはあえてそれを片栗粉を打って塩焼きにして、やっぱり甘さと塩加減ですね、このバランスをとってみました。で一番手前が干し子というものをお酒、本当は固いんですけど、これをお酒につけて柔らかくして、裏にすり身を塗って、それでかまぼこのように作りました。でその後ですね、お椀ですけども、こちらは今年ものすごい高いんですけど、ズワイガニですね、こちらをふんだんに入れて新醸にして、お吸い物にしてます。豪華ですね。それから真ん中のパネルなんですけども、はい、こちらはお造りですね、赤貝と、サワラも冬は脂が乗って美味しいので、これは焼き霜のお造り、それであと白身のお魚と入ってます。で煮物の方は大根ですけども、これは聖護院大根という大きい大根ですね、これはもうみずみずしくて柔らかくて美味しいので、それと手前の方黄色いのですね、これは伊勢海老ですけども、これをさばいて一度黄身揚げにしたものをさっと炊いて、それでごぼうと、青みと一緒に盛り付けました。それでですね、一番右のパネルですけど、こちらは焼き物を3点、これはですね、一番上が甘鯛の松笠焼きです、はい、これはポイントが油をかけて鱗を立たせるんですけども、はい、この時にやっぱり皮のところに塩をしてしまうと、どうしても鱗が立ちづらくなるので、まあ、そこがポイントなんですけども、はい、熱した油を2回3回かけてから、焼き上げてます。でこれも皮がパリッと、身はふっくらと焼き上がってます。そして次がですね、マナガツオですね、これは西京焼きです。これもですね4日間ぐらいつけて、やっぱりこのマナガツオはこう西京焼きにしたら黄金色になるように、それを美味しそうに焼くのが一番ポイントだと思いますけども、でまた塩焼きでもいいんですけど、やっぱり味噌漬けの方が風味があって美味しいかなと思って、作りました。色も本当に美しいですね。あと最後は、はい、エビ芋ですね、これは田楽といって、上に白味噌の甘いのですね、これを塗って焼き上げてるんですけども、はい、まあ、エビ芋をちょっとこう写真で伝わらないのが残念なんですけど、煮崩れしないように、はい、上手にとろっとクリーミーに炊いて、はい、それを炙って焼いてあります。いや、写真からでも、はい、お店はお酒を飲む方が多いので、やっぱりシンプルに美味しそうに、こうあれを食べたな、これが美味しかったなっていう印象に残る、そういう風にシンプルに作りました。はい、さあまたこちら今回器をお店のものと私物でお持ちいただいたとのことで、はい、先ほどの前菜にもありました、はい、こちらも美しい器ですね、はいはい、これはね形が雪輪といって、これから、はい、雪が降るシーズンですね、この、冷たさというか涼しさというか、そういうのを演出するための器で、はい、この形状が好きでですね、でお造りの方にも大根を入った形に向いて
土台にしてはあります。季節ならではの、はい、はい、そうですね。さあ平井さん、ありがとうございました。さあ以上、一般社団法人東京都日本調理技能士会による日本の伝統行事料理をご紹介いたしました。